白い帽子のウリキャップ、赤い帽子のスーパークリーク、位置取りが注目されます。さあ係員が離れます。第34回有馬記念のスタートです。ゲートが開いてスタートが切られました。素晴らしいスタートを切りました。16頭です。先行争い、さあやはり押して2枠の2頭黒い帽子行きました。ダイナカーペンター、ミスターシクレノン、そしてオブリが内からちょっと行き足がつきました。さあ見ない霞がちょっと抑えるようにしていますが、どうでしょうか。落ち着きました。大丈夫です。ダイナカーペンター、そしてオグリキャップ、ミスターブランデーという順です。その後ろに赤い帽子竹豊、スーパークリーンつけました。ギアスバースデーが外、そして7枠桜ふとをミスターシクレノン、フレッチ帽子であります。1周目の正面スタンド前であります。1980年代最後の夢をかけて16頭が正面スタンド前に差し掛かってまいりました。ものすごい歓声が巻き上がります。さあ先頭はわずかにダイナカーセンター、そしてオグリキャップ2番手、オグリキャップ2番手であります。ミスターブランデーとスーパークリーク並んで3番手を行っています。その外側に13番ミスターシクレノンであります。さあ第1コーナーに向かいます。オグリキャップ、そしてスーパークリーク2頭とも前へ行きました。先頭はダイナカーペンターであります。2番手に白い帽子オグリキャップ、オグリキャップは2番手であります。その後ろにミスターブランデーが3番手、外を行きましてスーパークリーク、その後ろにミスターシクレノンがつけました。ミスターシクレノンの後ろでありますがドクタースパートがつけています。ドクタースパートの内側を行きましてファイアンコーラ、向正面直線コースに入りました。その後ろには5枠の2頭リアルバースデー、鹿島ウィングであります。さらにフレッチボーイズが行きます。その後ろ稲荷湾がつけました。稲荷湾の後ろにゼッケン12番ですが、桜北東はこの位置、桜北東の後ろにスルオーダイナがつけています。その向こう側を行きましてスーッと1頭上がっていったキーパーワーカー、そしてしんがりから八重の無敵という体勢です。さあ3コーナーのカーブに向かいますが、先頭はまだダイナカーペンターだ。そして外からオグリが長く続きます。サロンジがぴったりとオグリを見るようにスーパークリーク、見ないとタケ、さあどっから動くか、さあオグリキャップ行くか、その後ろタケが手綱をしごいて上がってくる。その外側からフレッシュボイスやってきた。さあ3コーナーから4コーナー最後の力比べになるが、まだダイナカーペンターが待っているか、外からオグリ、そしてその後ろから赤い帽子スーパークリーク、さあ第4コーナーカーブして直線コースあります。最後の直線スコースに向く16頭だ。さあ早くもオグリキャップかスーパークリークとオグリキャップ、スーパークリーク、オグリキャップ進んだ。さあ宇治のオグリキャップ出られない。オグリキャップとどさあ先頭はスーパークリークか、オグリキャップ、オグリまた来るか。さあ外の方が左側が突っ込んできた。左側先頭か、左側、そしてスーパークリーク頑張った。スーパークリークか、左側が自動だってゴールバンバン、オグリキャップは5着、外左側、そして内にスーパークリークです。左側かスーパークリークか全く分かりません。